さあ、ということで皆さん、こんにちは。FF16 続きからやっていきましょうか、今日も。ちょっとね、変わったところがあって、まず画質の問題、ちょっと設定でね、変えてみました。このゲームの動作ってやつね、画質優先からパフォーマンス優先に、ちょっと滑らかにね、動くようにちょっと設定したのと、あとクライブの装備ですね、ブレイブハートをつけているのと、ちょっと装備が強化されているのと、大事なもの、勇者の紋章ということで、グレートウッドの、クエストですね。リプレイのやつで、無傷で、ボスを倒すことでこれをゲットしてきたということで、ちょっと戦闘もね、多分多少は、まともになってるんじゃないかなということで、やってきますと。で、アビリティをちょっと取っちゃうかな。870に溜まってます。ということで、このヒートウェーブってやつを取っていきたいね。この炎の壁を生成して衝撃波を放つっていう、まあ、遠距離攻撃、プラスカウンターの要素があるやつなんですけど、これが結構強そうなので、取っていこう。じゃあまずは、プレディレーションドッジをちょっと上げてしまおう。PD ね。これマスター化することによって、PD の受付時間がわずかに伸びる。まあ、PD しやすくなるということで、これもちょっとやっていきたいかなということで、先にこれをやっていく。さあ、そして252ポイントは残ってんだけど、マジックバーストもちょっとやっていきたいんですけど、50ポイント足んないですよね。ってことで、こんな感じでまずは行こうかな、と思います。ちょっと戦闘上手くなったかなと思うんだけど、どうかな、ちょっとね、お見せできればと思うんですけど、かなり練習してきたんで、まあ前回よりは多少はまともかなとは思うんですけど、でシフトでさあとどめって感じで、こいつらロストウィングで何を、ろくなことじゃないのは確かだ。クライム急ぐぞ。どうかな、戦闘ちょっとはいいと思うんだけどね。ちょっと頑張っていきたいね。で、ダッシュ機能これさ、5秒ぐらい走ってくんないとクライブ君ダッシュしてくんないの、ちょっと辛いな。 L スティック押し込みとかでダッシュしてくれたらよかったんですけどね、前作みたいに。さあちょっとそこが気になるところであるが、先に進んでいこうか。奴らの姿がない。ホタルめっちゃ綺麗。こんな時間とはいえ、村人を一人も見かけんと。誰もいないと。人足遅かったか。これからどうする？まずは仲間と合流だ。ばらけて探すとしよう。仲間。どうやって知らせるんだ？そうだな。叫べ。叫べ。隠密もクソもねえじゃねえか。脳気にすぎるな、シドさん。シドの仲間か。慎重に探さなければ。慎重に探しても叫ばないといけないというね。どこかに人の気配はないのか。さあ、移動できるようにしといて、人の気配をちょっと探していこうか。エリアマップ。あ、これかな。行っちゃっていいのかな、とりあえず敵に見つかっても。あ、子供の声。子供の声。どこ？めっちゃ泣いてますけど。いたいた、あそこだわ。どうしたんだい、クライブおじさんが慰めてあげるよ。どうした、大丈夫か。大丈夫か。心配ない、俺はそう、ザンブレクの兵士だ。さあ嘘をついていく。村のみんなを助けに来た。みんながどこに行ったか教えてくれるか。この嘘でバレないといいけど。教会の方に連れて行かれたの。教会。わかった、教会だな。ウォールドの兵士がここを襲撃したってことで OK なのかな。特に不自然がられなかったな。ああ、シドに聞いた。なるほど、村人は教会か。教会っぽいっすよ。お前は階段を上がって教会の正面から入ってくれ。俺は裏手に回ってみる。なじゃハサミチか。ここで OK。 意外とちっちゃい教会。こんばんは。ザンブレクのクライブです。ワイバーンとも呼ばれてました。あ、なんだ、リバース。違う、看病してる。てっきり俺嘔吐物を吐いてんかと思ったけど違ったわ。おい、このままほっといたら死んじまうぞ。静かにしろ貴様。閉じ込められたのか。お、シドさん来たのか。シド、仲間でした。鍵へ飼ってる。カミアリ、
けー雷かっこいいよね、なんか中二心めちゃくちゃくすぐられるんですけど。クライム、あ、叫びました。来てくれると思ったぜ。大丈夫、敵の追っ手が来そうだけど大丈夫。なんとかな。だけどこいつらをかくまうので精一杯だった。本当に叫ぶなんて大丈夫、味方だ。全員味方。これだけか。いや、もっといたんだが、少し前に何人かのベアラーが連れて行かれちまったよ。連れて行かれた。火のドミナントは。ああ、その中にいたかもしれないけど。ちょっと待って、今の怪しいぞ。なんだ今の目配り、今の視線なんだ、話合わせろ的な。ちょっとシドさんまだ信用ならねえな。元に逃げるつもりか。クライム、やつ追え。ラジャー、仕方なく指示には従う。ただ俺はお前のことまだ信用してないからな、 100%。 ちょっと怪しいぞ、利用されてる疑惑がまだちょっと残ってる。とりあえず今はこのウォールド兵を追っていくか。外に出たかな。森めっちゃ暗。こっち石膏からの知らせは。あ、いたいたいた、ベネディクタネキ。オイラン姉ちゃん。まもなく奴も抑えられるでしょう。これやっぱここで来るか。上等だ。ガルーダ戦。残りのベアラーはまだかな。落とした部隊に引き渡しました。ノルバーン。交渉の手札にも使えるだろう。くれぐれも。このネキもさ、食えないネキだよね。ご心配なく。タイタンのさ、あのドミナントを利用してる感がちょっと出てましたもんね。さあ、前祝いだ。風豪。飲めよ。もらおう。前祝いほど危ないことはないぞ。我らのベネディクタ様に、我が王に、我が王に。どうした？なんだ、こんなもので酔えってのか。ふぬけどもから巻き上げた最高級の酒ですぜ。美味しくなかった。お口にはなかったですか？ベネディクタ様、ザンブレクフェが。ザンブレクフェ。かっこ薄なんですけど。ネズミ一匹負けないとは、使えんやつだ。やめてくれ。おっと厳しすぎないか、ベネディクタね。あと、せめてあとでさ、その兵装やればいいのにさ。ザンブレクのベアラー、お前今こいつを殺したことを後悔するんじゃねえぞ。物は試しだ。ちなみに今私ザンブレクの装備は一切つけてないんですけど。お、風の魔法じゃないこれ。やっぱガルーダだね。またなんか花魁みたいなことしちゃって。エアロだ。ただ相性はいいんじゃないか。こっちは火だからね。君が風を吹けば吹くほど俺の炎は燃え上がるんだよ、激しくな。おお、来た。なんだと。何こいつ、召喚したけど。前、チラーダ。チラーダ、そんなこともできんの。こいつはさあ行くか。避けて PD 取ってく。早速さっき上げたアビリティを生かしていく。さあでマジックバストも使ってって、まだウィルケージをね減らしていこう。どん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 。さあここチャンス。痛い。ちょっと当たってしまったが、リカバリーもしっかり取っといて、避けて PD からのマジックバストをつなげていきたい。シフトブレイクじゃなくてそれはフィフティーンだ。さあよいしょ、スカルト対抗もやっとくか。避けてここ、そろそろテイクダウンも取れそうだ。避けろ。クソ、ちょっとミスりました。よし来た、テイクダウン。ここからはもうマジックバストでひたすらコンボを稼いでいく。ワンチャンいけそうだな。ちょっと無理かな。ここでライジング、フレームを打っといて6000。いいね、悪くはない。いかにプレジションドッジをうまく取っていくかで結構変わってくるんですよね、戦闘ね。じゃあ受けてここ。終わりだ。あ、終わった。あれ、俺ちょっとレベル上げすぎたか武器がやっぱ強いのかな。楽勝でしたね今回。さあ、あ、何これ、アクセサリー。
ポーションの回復量 20% 情報、いいね、これ。まあ、ただ私には必要ないかなということで、持っておこうか。フライブ、そんな息上がってっけど、まあ、簡単だったぞ、絶対。クライブ。お、シドさん来た。おシドさんとこのベネディクタ姉が因縁があるんだよな。ネズミの親玉はやはりお前だったか。久しぶりだなベネディクタ。ね、知り合いだもんね。確かこのシドさんウォールード出身じゃなかったっけ。シド、いやシドルファス。シドルファス。答えろ、なぜ我らウォールードを裏切った。問いに答えろ。吉祥殿。吉祥、めちゃくちゃ偉い人でした。何、お前たちのやり方に嫌気がさしたのさ。吉祥って一番強い人だったってことか。こそこそとメアラーたちを抱え込んでいるのは知っている。何のためだ。お前には関係ない。ベネディクタ様、例のドミノントを捕らえました。おっと、火のドミノントか。間の悪い奴。逃げた。あ、逃げられた。何その便利な。いいな、俺も欲しい。かっこいいそれ。俺もそうやって逃げたいわ。行き先の検討は。いや、一度ロストウィングへ戻る。村の連中から話を聞こう。ああ、逃げられちゃいましたね。やつらはガブに追わせた。あいつは特別鼻が利くんだ、任せとけ。犬か。例のドミナントの正体が気になるな。火のドミナントなのか、それとも全く別の人なのかっていうね。シドの話もちょっとまだな、ちょっと信用しきれないな。それじゃあ奴らは最初からドミナントを探して。ああそうさ、まったくいい迷惑だよ。俺たちがかくまってるんじゃないかって脅されてよ。ドミナントがいたことは本当っぽいけどね。まあ連中もしばらくしたら何人か連れ出して。それが本当に火のドミナントだったのかっていうのがまだ出てきてないからな。何とも言えない。監視されていたのか、災難だったな。だが俺たちのところに来てたらこんな目には遭わなかったんだぞ。お、勧誘してる。遊んでくれたことはみんな感謝してる。勧誘してくよ、さっかり。必要なものがあれば言ってくれ。そうかい、ありがとうよ。ありがとうよ。ほんとシラさんの目的がな、まだはっきり分かってないもんな。こういうなんか海外のさ、こういう歌ってさ、あの吟遊詩人が歌ってさ、日本語に直すとすっごいダサく聞こえるよな。無理やり感が半端ねえんだよな。まあクライブ、仇を打った後はどうする。そんなこと今考えてもな、クライブ。13年前、俺は守ると誓った弟を目の前で殺された。守れなかった。だからせめてもの手向けとして奴をこの手で殺す。それ以外のことはどうだっていい。完全にサスケだな。もう生きる目的が復讐しかないんだね今、クライブさん。それがお前の生きる糧か。ロザリア最高とかはどうでもいいのかな。
おっさん同士の飲みの会話。同国、場面移ってここはザンブレクだね。あのクリスタルは。ザンブレク公国だろうと、所詮増票は増票。アリどもが守る砦など造作なく落ちる。わざわざ私が出るまでもなかった。こいつ火の飛びなんつってこと？いくら銀融詩人が称える召喚獣バハムートを抱える峡谷といえど、うちに入ってしまえば案外脆いのかもしれんな。それにしてもなぜ抵抗しない？お前にも力が宿っているんだろ。フェニックスを倒したほどの火のドミナントじゃん。クリスタルの枷があるとはいえ、クテじゃん。逃げ出すことなどたやすかろうに。本当にこいつなのか。いつまで黙ってるつもりだ。女の人が来た。この人は何者？同志になれ。お前ほどのものなら我々は相応の待遇で迎えよう。え、どっちがどっちってこと？え、どういうこと？こっちが火のドミナント。マルガラス様、なりません。この人は従者かなんか。なんでこんな使っなっちゃってんだろう。簡単にゆっくりと考えることだ。あとは任せる。クライブ。クライブさん酔っ払ってない？起きろ、ガブだ。お、報告見つかったかい？でもザンブレクにいますもんね。さっきのムービーの感じだとな。ヒナドビラントはノルバーンが。ザンブレク有数の剣才だったんだが、すでに奴らの手に落ちてるようだ。うん、そんな感じでしたね。連れてかれたベアラーたちは多分そこだろう。ベネディクタたちはドミナントを狙ってた。戦のためじゃない。となると手駒の兵もそう分散できないはずだ。火のドミナントも。俺はベアラーを救助する。お前はドミナントを探せ。うん。で、俺はどうする？いい質問だ、ガブ。お前は待機だ。俺から逃げたベアラーを集め、間違った。この村まで誘導してくれ。そっちの新入りに任せればいいだろ。普通にこの人有能だね。闇夜の中でベアラーたちを探すにはお前の鼻が必要なんだ。頼むガブ、お前にしかできない。そう？仕方ねえな。こいつ揃いな。こういう部下いると楽だよね、上はね。調べておくか。ちょっとおだてりゃ何でもするやって感じのね。うん。わかってる。いや、こいつ今ツンツンしてるけど。シド。あのクライブ君が結果出せばなんかすぐ出れるからね。どうせ結婚は明日の夜に。明日の夜どうして？なんで待つ？今出発しても着く頃には夜が明けちまう。なるほど。忍び込むには分が悪すぎる。時間が遅すぎるか。お前だってせっかくの機会を保護にしたくはないだろう。うん、間違いない。奴らもすぐには動かん。今夜は休め。いいな。ああ、うん、ちょっと時間が空くわけだな。もう一クッション何かありますかね。それともムービーでカットされちゃうかな。あ、動けそうだ。夜の底。ショッペア鍛冶屋の更新。メインストーリーが進行すると隠れ家にあるカローンの、あー、なるほど、装備と、なるほどね、アイテムが更新されるわけだ。話をつけておくか。ここでちょっと装備整えとけってやつだね。カンタンっていけすかない男だ。カンタン？やつを探そう。でちょっとアイテムとか見てみるわ。あ、BGM とかも変えるんだ。高っ。
え、音楽4万もすんの？ちょっとなんか物価おかしくないかな。この世界何このこんな高いの音楽。こっかちょっと、Apple Music でちょっとダウンロードさせてくれよ、これ。ダンブレクで思う。この人か、カンタン。元気そうだな、カンタン。明日まで世話になるぞ。好きにしやがれ。いかつ。そっちの足切りか。気にしやがれ。まあ、そんなところだ。簡単じゃないか。えなりかずきめ。簡単は、このロストウィングを仕切っててな、俺たちの協力者だ。協力？レアラを保護してるってことか。あんた以外にも、そんな活動してる奴がいるとは。へぇ。よくやるもんだ。ザンブレク寮の中だってのに。ねえ、堂々としちょるの。勝ってやってるだけさ。俺の用事が終わるまでな。この人ちょっとキャラが濃すぎるんだけど。村が襲われた時、キャラ濃すぎだろお前。サイコパス味を感じるけど。俺とは別のところで囚われてたみたいだが。残念だ。この服装がもう面白いんだけど。それらしい奴を見たってのが何人かいるから話を聞いてみりゃいい。こいつを持ってけ。ここの連中に見せりゃ。答えてくれるだろうさ。信頼の証。それじゃせいぜい基盤な。ありがとうございます、カンタンさん。カンタンはさ、この村の主で。あ、ごめん、飛ばしてた。お前のもらったブローチはその主に認められた証ってところさ。一応ちょっとこれ見ときますかね。カンタン、ロストウィングにあるサッカー場、鶴氏人帝の、鶴氏人、なんて呼べばいいんだろう。協力者。表向きは寂れた農村の主人として振る舞う。火の飛びなんと。フィニックスゲート襲撃事件の最中、突如、クライブの前に現れた男。弟のジョシュを殺した2体目の火の召喚者のドミナントとして、クライブが行方を追い続けている人だ。シドと同じくベアラを人として扱わないこと、の世界に疑問を抱いている。一方で協力する理由は利害の一致やカットでの共感など人それぞれ。バルセデアの各地におり、ストラスなどで各地域の状況を知らせたり、ベアラー保護の支援金銭上を行っている。この人以外にもいっぱいいるってことか。今までまあ隠れ家とかでね活動してたおかげで気にならなかったけど、こう外の世界に来ちゃうともうね奴隷みたいなもんだから、これがないと何もできないっていうね感じだったんだね。主が口を聞いたとなりゃ、なるほど、相手がベアラーだろうが話を聞いてくれる。そら、一眠りする前に手分けして火のドミナントのことを調べるぞ。まあ、カンタンさんに飼われてるっていう状態になったということだね。簡単に言うと、カンタンだけに。住人に話を聞いて。しょうもな。びっくりした。何してんの？何してんの？この人何してんの？マジで。ああ、トルガルかわいい。トルガルが好きすぎてもうダメだ。暗号でも読み解いてるんですかこれ。なんだ、頑張ってくれ。なんか落ち着いた感じの普通にいい村ですねここね。このブローチがなければ話もできないんだもんね。本当に助かったよ。確かにちょっと変な世界かもしれないな。さあとりあえず聞き込み終わったので、シドに報告していきます。ローブ姿の若い男に、結構ねもう目撃情報がそれっぽいわ。本当臭いわ。なるほど、話がつながったぜ。どういう意味だ。どういう意味だ。名探偵シド。火のドミナント、やつがおとなしくしていた理由さ。おとなしくしていた。ああ。女が一人先に囚われたらしい。人質か。おそらくその従者だろう。なるほどね。人質に取られたのか。だから力使わなかったと。そんな状況下でも、やつには慌てた様子がなかったって話だ。へえ。よほど自分の力に自信があるのか。確かにな。落ち着いてたな。厄介な相手のようだ。実際に顔を拝む前に探っておいてよかったぜ。うん。ああ。今日はここまでにしよう。さすがに休まんと明日。いや次ガルーダ先じゃなくて、ワンチャン火のドミナントと戦う可能性すら出てきたな。どっちが先なんだろう。まあただ話の都合上ね、やっぱ最後になるんかな。イフリート戦は。簡単。簡単じゃないか。あるか。エナリフに言うな。外の町みたいに宿があると思うな。空き部屋の床で寝ろだって。さすがカンタンさん。ありがとうよ、
普通の人には言えないことを平然と言っていく。宿代は防柵の撤去でいい。そこに痺れる憧れる。ここを襲ったウォールドの奴らが来て早々街道へ抜ける道を封鎖しやがった。封鎖何？防柵を作るだけ作ってほっぽっていかれたんじゃ、邪魔で邪魔で仕方ねえ。片付けねえんかよあいつら。明日日中のうちに片付けておけよ。なんでワイヤラがやんなきゃいけねえんだよ。へいへい本当に床に寝させといててめえ、後で覚えとけ簡単め。いやーこき使ってくれますな。さあ翌晩。簡単の野郎、さんざこき使い。俺と同じこと思ってるそうだよな普通に。支度はできたか。マジであの野郎本当に後で顔燃やしてるわ。ワイラでにはノルバントリデに着く。ハゲない程度で燃やしてるわ。あ、行こう。さあでもムービー飛ばしてくれたのはありがたいな。そこでこのシーンをてっきりクエストでやるんかと思ったけど、警戒しつつ行くとしよう。そこはありがたいですね。